ショッツ田中です。今回は XPR を使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。さあ出ました、こちらのセミオートね、ライフルスナイパーライフルですね。さあ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 、敵がいるかな、いるかな。味方がなんかとつりそうだからほっときましょう。案の定抜かれてて草入るわ。大丈夫？おお、抜かれちゃった。XPR 結構覗き込みがね、こうよいしょって感じなんで、そこら辺ちょっとあれだよね、バリスタとは違うものがありますよね。危なーい、あの車の後ろか。危なーい、よっしゃ。このなんか武器ってなんか QS ってよりもなんかこう狙ってキルを狙っちゃうから、QS 要素ちょっと あんまり今回薄めかもしれないですね。危な、ナイス、いいぞ味方さん。あれ、なんで味方さん来ちゃったよ。あらあら、4発か、十分でしょ。マジ、どうしようかな、来るかな。おっしゃ、ちょっと待って、 UAV の前にリロードさせてくれ。 OKOK、 あ、マジ反射。これも確かバリスタと同じ、なんだっけ、胸から上だっけ、狙わないといけないんだっけ。ちょっとほら、おいで、いいぞ。おお、ツインワン、マジか。いやー、くそ、2発目撃てなかったし、 QS 狙ってっかって言って簡単に取れたら苦労はしないんだけど。あぶねー、オッケー、いいねー、このテンポよくいける、これが結構気に入ってますから僕も。あー、飛ばれた。どうしましょう、どうしましょう。オッケー、いいねー、バシバシ抜いていくよ。オッケー、ちっ、そこで行く人たちではないみたいですね。あの車の裏だ、効かなかった、マジ。オッケー、あ、やばいやばい、ダメだ、自分で待つとダメだから。よっしゃ、詰めて、おほほ、あれなんか負けてんぞこれ、大丈夫か味方さん。またこれクソエイム発動してたわ、これカット編集しとかないと。オッケー、ウラリス、オッケー、うわー、マジかー。オッケー、まずは一人、あれはオッケー、ゴリ押しで抜いていくよ。あ、まだここに生きてたんだ。はい、お疲れ様です。なんかあそこまだいそうだな。オッケー、あ、抜けなかった。はい、オッケー、あざーす、ナイスナイス、オッケー、これ面白いな本当に。オッケー、いいねー、XPR やっぱ、あ、マジか今。オッケー、おっ、ツインワン、なんで、なんで今の、え、どういうこと。え、どういうこと、今何が起きた、何が起きたの、ツインワンなんだけど、またやばいねー、 FMJ の効果かこれ、すげえ、この奥か、おい敵さん、こっちから湧いて出てくるだろ、分かってんだぜ。さすがに正面にはいないと思ったけど、オッケー、これ来るね多分。オッケー、やば、オッケー、
UAV どこだ敵は。来るなこれ。あーダメか、悔しみ。はい、というわけで最後はカーゴやってまいりましょう。いや XPR いいね、このなんかあれだね、 QS 的な感じの武器ではないけど、印象的にねこう覗いて撃つ感じの武器だけれども、やっぱりこれもやっぱスナイパーのなんだろうな、やばすぎ私はでコッキングがないからなんかこういうの楽かもしんない。うん、やっぱコッキングっていうのがねスナイパーにはあるのでね、それがないっていうのがすごい、なんかあの次の球ボコボコ打てるから、なんかうまいことやったらすごそうだよねこれ。はい、近距離はこれです。あやばい、来るかな、来るでしょこれ。あれいない、あーくそ、えまたもう一人来てたのか。ちょっとあれですね、 QS 決まっても気持ちいいし、このなんだろう、複数人キルができるっていうのはいいよね。喋りながらちょっと M ブレちゃうけど、敵がいそうだけど大丈夫だね、大丈夫だね。なんかこっち側来てるっぽい、どこ、はい、4つ、彼、あら裏取られてんじゃん、大丈夫か。やっぱねこのなんだろう、バレットですよね、 COD4 でいうそういう扱いですから、これはそれ使ってた人にとってはやっぱこれがこれでなきゃいけない、このセミオートのなんか速さというかコッキングのなさっていうものがねいると思いますよ。ちょっと5キル5です。カーゴの立ち回りはちょっと難しいな、どうしてもなんかこう近いってだから近いんだって、もうちょい離れてくれ。もう味方がもうなんか誰が敵だか分かってないもん打ってますね、当たった、 OK、 あーダメか、当たってないみたいなね、うん、そんな感じだね。ちょっとこれはちょっとテンパりますわ。よし、危なーい、ちょっとこの人には止まってもらいたいんだけど、こっち意識されるとな、なんか避けながらなんか撃ってくるから、そこがちょっとね困るところでもありますよね。よし、あよし、 OK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 
いわ。なんかみんな、あー惜しい、マジか、撃てばよかっただけなのに。あとはくそ、そこにエルスト落としてやる。当たるかな。おー当たる、いいね、ポイントおいしい。ちょっと待って、誰だ、煙の中撃ってきたやつは誰だ。大丈夫、そっち後ろから来るんじゃないのこれ。あ来る、よっしゃゲット。ちょっとどうしよう、あっち、あー怖、ほい、あら後ろ下がった。なんだあの煙は一体何なんだ、あれ何なんだ、ベープでも吸ってんのかあそこで。違うか。いやーでもほんとね、 XPR の方がなんか点がねあるじゃないですか、この真ん中に。これいいよね、うん、スナイパーとかでも思うんだけど、十字とかそこら辺なんか真ん中に何かがないとね、こう指標となる何かが、それがあった方がすごいやりやすいんですよね。詰めてきたよ、ナイス、いいね味方さん、 OK。 あそこにいるのかな、ちょっと UAV ないから分かんないな、こっち来るかな。うわ来てたし、どこだよ、あー真下か、
いやーほんとね、この XPR って言ったら僕はもう VC の人をしばいたことがねあるのでね、すごい思い出深い、思い出深いね武器なんだけど、やっぱそう。おー、いいね、ツイマいいねー今回ツイマンマジ多いな。マジスラムのツインワンとかあれ結構エグかったからな。おー怖い。あーセーフー。よしQS じゃなくてごめんねって感じの、今回は XPR でのチームデスマッチでした。いやーなかなかこのなんだろうね、真ん中に点があるおかげですごい狙いやすくて、そしてなんか次へと、次から次へとね来る敵をこうね、なんかこう対応できるこのコッキングがないというね素晴らしさ、いやーこの武器もいいですね。という感じで今回はねチームデスマッチやってまいりました。皆さんもぜひぜひ XPR 見直してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。